アメデルイ・ミシェル・ルッペルティエ・サンファル伯爵アメデルイ・ミシェル・ルペルティエはフランスの昆虫学者である。祖祖父はルイ15世の時代に財務を運営したミシェル・ロベール・ルペルティエで父はパリ高等法院の院長を務めた。フランス革命で兄のルイ・ミシェル・ルペルティエは王の処刑に賛成し後に暗殺された。もう一人の兄、フェリックス・ルペルティエも 政治的な活動を行ったことで知られる。アメデル・イ・ミシェル・ルペルティエは政治に関わらず昆虫学の研究に専念した。著書に8名の昆虫の自然史があり、自然科学の総書スイーツアブフォンの一冊として出版された。1832年に創設されたフランス昆虫学会創立会員で1833年に会長を務めた。ベーカー。 db type material in the university museum, oxford, of bees described by cont、e、amedei repultea, the saint, fajo and, pierre andre la tore you journal of natural history, vol.28, issue 5 October 1994, pages 1189から 1204. ありがとうございます。